あ、それでは早速試合の方に移ってまいりたいと思います。おー、波動ファイト。まずは五の東京のステータスからご紹介していきましょう。一番奥側、高大選手4321、真ん中尾みかん選手1135、そしてB 選手が4213というステータスとなっております。サブタンクと呼ばれるものですね。対するブルーサイド和心、一番奥側上さん選手3421、今シールド貼りました山高選手1135、手前三味線選手5221といったステータスです。さあ高大選手が連続で得点を取っていく、3対0でございます。さあ B 選手も自分のシールドを使って斜めから狙う4枚抜き。さあゴナ東京の勢いは止まらないか。和心しっかりと自分たちのペースを取り戻していきたい。さあ残り時間後半戦を迎えようとしている。まだ尾みかん選手のシールドは2枚残っている。まだ攻めに使ってくるシールド、三味線選手のライフ1枚、上さん選手のライフ1枚、しっかりと狙えるか。さあ前に詰めていくが逃げる、まだ取る。さあここで試合終了、5対2、ゴナ東京の勝利です。おめでとうございます。